はい、皆さんこんにちは、さやです。今日はセリアさんの購入品を紹介していこうと思います。前回の購入品の続きみたいな感じになっちゃうんですけど、前回はね、主人が購入してきたものを中心にっていうかね、主人の購入品のみをご紹介したんですが、今回は私のね、買ってきたいつもの購入品の紹介動画になっているので、ぜひぜひ最後まで楽しんでいただけたらなと思います。まずはですね、前回というかね、前の前くらいにもセリアさんのね、購入品であげてる新商品でまだね、買ってなかったものがあったので、いくつか足してね、購入してきたものがあります。まずはですね、こちら、はい、ハンドルバッグですね。レトロポップのハンドルバッグになります。これね、裏表ちゃんと両面印刷でね、すごく可愛いですね。で、結構大きめな袋になっていて、マチもね、きっちりあるので、小物っていうかね、あの収納に使ったりとかしても便利な袋かなと思います。で、生地も布じゃないので、布とかね、普通の紙とかじゃないので、すごいこうね、使い勝手がいいし、音もこうパリパリしてて、私が好きなタイプの袋になってます。で、多分ね、これもう一種類あったんですけど、もうね、もう一種類はなかったですね。こちらの赤いこのね、可愛いこのロゴが書かれてるこのね、キャンディーのものしかなかったです。こちらを1点ですね、購入してきました。はい、で、続いてがこちらのクリアバッグですね。ミニトート型のバッグになっています。こんな感じ で後ろはね、何も模様はないんですが、これもね、ビニールになってるので壊れないかなと思います。すごい可愛いんですよ。こんな感じのね、模様が入ってて、で、これね、2種類、私これもう1種類ぐらいしかね、なかったので、これだけ買ってきました。はい、こんな感じのトートバッグですね。で、これも小物の収納とかにバンバン使える感じのものなので、こういうのも結構ね、私好きですね。で、続いてがこちら、これね、お箸とスプーンのセットになってるコンビセットなんですけど、お箸とスプーンが別々でね、売られてるのもあったんですけど、私はね、こっちの一緒になってる方を買ってきました。こんな感じで、で、お箸の個別で売られてるお箸のやつは、ちっちゃいこのちっちゃいサイズと、あとは普通の大きいサイズって、大人が使う19センチのサイズのね、お箸もあったんですけど、今回はこっちの一緒の方がね、私は多分楽だなと思ったので、こっちをね、買ってきました。で、後ろはこういう感じのね、紫のカラーで、これは猫ちゃんのやつですね。はい、で、続いてですね、こちらのフラットポーチを購入してきてます。前もこのフラットポーチ3種類出されてたのがあって、すごい人気だったんですよね。で、私買ってきたやつが、このファスナーがね、買ってきた時にもう壊れてたっていうのが一つあったので、今回はこう何回かこうやって開け閉めして確認して買ってきました。はい、で、これね、クマちゃんのやつは後ろもね、これクマちゃんになっています。これすごい可愛いんですよね。レトロポップですね。こんな感じで、これね、3種類柄が出てたんですけど、私はこのクマちゃんと、あとはこっちの赤ずきんちゃんの方を買ってきました。で、あともう一個ね、あったので、まあそっちもね、見てもらえたらなと思います。はい、この2種類ですね、買ってきてます。この大きさも結構使いやすい大きさになってるので、何かとね、便利だと思いますね。はい、で、続いてがですね、こちらの、はい、レトロファンシーのペーパーナプキンですね。これすごい可愛い。はい、で、ペーパーナプキンもいっぱいもう買ってあるので、もういいかなと思ったんですけど、これね、すごい可愛いので、これ買ってきました。で、私このね、ペーパーナプキンはカゴに入れてね、こうセットして置いてあるものもあるんですけど、
この大きいタイプはこのカーテンロールの裏に全部こう一緒のねボックスっていうかね、そこに入れて収納してます。でこれはあのコストコのマフィンとかを買った時にこれにこうくるんで食べたりするんですよ。すごいいい大きさなんですよ。でコストコのマフィンって一つがね結構これぐらいあって大きいんですよね。なのでポロポロこぼしちゃうし、私ガサツっていうか朝はねちょっと時間がねなので切ったりしないんですね。なので丸ままをこれにこうくるんでハムハム食べてます。はい、はい、開けるとねこういう感じになってますね。でだいぶ大きいペーパーナプキンなので、これ広げて紙皿とかに広げて大きいやつに広げてお菓子とかね入れても全然可愛いと思いますね。こうやって淡い色のねうさぎちゃんとかリスちゃん猫ちゃんのね動物がいっぱいいます。すごく可愛いですね。で裏側はもうね白い感じでエンボスになってんのかな、なってないのか、ここだけかな。はい、こんな感じのね白いペーパーナプキンで、これを言うのもね結構重宝するんですよね。でこのタイプと、あとはこちらのねタイプも売られてました。これもレトロファンシーですね。はい、はい、開けるとですねこんな感じになっております。これもすごく可愛いです。こう4方向にこうなんかねちょっと違った柄が描かれてたりとかするので、今こことこことね、あ同じか、あ違うか、ちょっとね違う柄が描かれてるのですごく可愛いと思います。はい、で裏はね白になっています。はい、でこれでですね今日買ってきたレトロポップ系の新商品はこれでね今回は以上になります。で続いてですねセリアさんでもう早速ですねハロウィン商品が出されていたのでハロウィン商品の方も購入してきました。はい、で今回ですね買ってきたハロウィン商品は全て袋系ですねを購入してきてます。でまず最初にご紹介するのがこちら、はい、ミニミニバッグということで、すごいちっちゃいね可愛いバッグが発売されてました。でクマちゃんにこうやってねぬいぐるみ、クマちゃんじゃなくてもねぬいぐるみにこう持たせてあげても可愛いですよっていう感じですね。でこれはですねここの色がピンクかグリーンっていうことだったので、私は今回こちらのねグリーンを購入してきています。でこちらの袋なんですけれども、出してみるとこんな感じの袋になっています。で中身はねもう本当にちょびっとみたいな感じなので、ちょっと飴をね 2,3 個入れてあげて、こここうなんかこう止めてあげるとねすごい可愛いと思いますね。はい、でこれはこうちょっとねジップバッグみたいな感じの袋になっています。ビニールとかじゃなくってこうジップバッグの素材みたいな感じですねになっていますね。すごい可愛いと思います。はい、でこちらを一つと、あとはこちらのミニミニバッグになっています。これもねホワイトの方もあるんですけれども、今回はこっちのねパンプキン、はい、ホワイトの方はねお化けになってるんですね。でハロウィンらしくねこのパンプキンを買ってきました。これもねこうバッグで持たせてあげるとこんな感じですごく可愛くなります。はい、こちらですね。でこちらはこういう感じで、これもジップバッグのね素材みたいな感じで、少しこうフィルムタイプになっててちょっと硬い素材になっていますね。で開け口がねちょっとこっちは狭いので、こうそんなに物はね入れられないんですけど、すごく可愛いと思います。で後ろはね無地になってますね。うん、こんな感じですごい可愛いです。こちらを一つ購入してます。で続いてがですねまたミニミニシリーズなんですけれども、こちらのリュック、こちらはこのねホワイトのお化けタイプを買ってみました。でこれね、はい、このパンプキンもありますので、お好きな方を選んでみてください。はい、こんな感じのお化けちゃんのリュックで、これもぬいぐるみにね沿わせるとこんな感じになるみたいなので、すごく可愛いですね。でこちらは出してみるとこんな感じの袋になっています。で開け口はね
広いので結構物は入りそうです。でこれはビニール素材ですね、はい、で後ろは白で、ここをねキュッと締めてあげて、でここゴムになってるので背負わせるときはねすごく楽だと思います。リュックとしてね背負わせるのはすごい楽だと思いますね、はい、こんな感じでかわいい。今回ねすごく可愛かったんですよ、セリアさんから出てるこの袋系、はい、こちらを一つ、はい、で続いてがこちらのミニミニバッグになります。これもねすごく可愛いと思いますね。でこれ結構ここ大きめになってますので、ぬいぐるみに持たせるとこんな感じでもね、これはあのクッキーとかもね入るようなタイプになっているみたいです。でこれはねこのパンプキンしかね見つけられなかったのでこれ1個だけなのかなと思うんですけど、まあ種類的に見るとお化けもなんかありそうな感じですね。で開けてみるとこんな感じになっています。で普通のあのお買い物袋のちっちゃいバージョンみたいな感じなので結構入り口も大きいし、ここ下のまちはないんですけど横まちがね結構あります。こんな感じで横待ちがあるタイプになっておりますので、ちょっとね丸いタイプのねクッキーとかを包装こうなんか透明のね袋に入れてこれに入れてあげてもすごく可愛いと思いますね。もう可愛い、はい、こちらを一つ購入しています。で続いてがですねこちらのジッパーバッグになります。ダイカットのジップバッグですね。これもすごく可愛い。可愛いというかね、すごいこれちょっとね、ゴシック系っていうんですかね。かっこいい系ですよね、少し。はい。で、後ろはね、真っ黒になっています。で、これは、こんな感じになってて、で、開け口がね、上になってますね。こういう感じで。で、全くもう中がね、見えない状態です。で、待ちもないので、ここにね、入れてあげる。なんで、で、中身が見えないので、開けるまですごい楽しみがあっていいんじゃないかなと思います。で、結構真っ黒なので、こうやってね、透かしてみても、中身はね、全然透けないと思います。はい。こんな感じの、ダイカットのジップバッグですね。これもかっこいいですね。はい。こちらを一つ。で、続いてが、こちらです。これね、去年もね、は見たことなかったですね。ソフトハンディバッグということで、はい、裏側もねこういう感じになってますね。でこれはね2種類発売されてました。で私はこちらのタイプだけを買ってきたのでね、もう1種類はお店の方でね確認されてみてください。はい、で出してみるとこんな感じの、まあいつものねソフトハンディバッグのちっちゃいバージョンですね。でマチもねこれはちゃんとついています。マチもついていて結構ね量は入るのかなと思うんですけれども、ハロウィンのねプレゼント、これマチです。ハロウィンのねプレゼントを入れる大きさで考えたらまあいいサイズかなと思いますね。クッキーとあのペロペロキャンディーとかもこれにきっちり収まってくれると思います、大きさ的にね。はい、なのでこの大きさはね結構いいかなと思います。で続いてがですねこちらのお化けの形をしたダイカットのジップバッグ、ジップバッグの M サイズですね。でこれは去年もねあったのかなと思うんですけど、私は去年こちらはね買ってなかったので今年ね買ってみました。こんな感じになります。はい、ハッピーハロウィンっていうロゴも入ってますのでもう可愛いと思いますね。で下のねこのジップの開け口はここまっすぐなタイプになっていて、結構ね広いタイプで開け口もねだいぶ大きく入ってくれます。はい、でここが透明になってるので、まあ、何が入ってるのかは分かるような感じになっていますね。で後ろにもねちゃんと目が描かれててすごい可愛い。で後ろ側にはねあのハッピーハロウィンのロゴはないんですけれども、これもねめちゃくちゃ可愛いと思います。こんな感じ でハロウィン系のこういう期間限定系のねグッズっていうのも結構多く発売されてたんですけど、なかなかねそのハロウィンまでに使い切らないっていうパターンと、去年買ったのがねまだ残って
ってるんですよ私ね。なのであんまり買わないようにとは思ったんですけど、ちょっと袋系はね買っちゃいましたね。はい、こちらを一つで、続いてがこちらのハンディジップバッグですね、 M サイズで、これもねもう一種類あったのかな、だけどね私はこのパンプキンをね買ってきました。これもねハッピーハロウィンのロゴが入っています。はい、な感じでね可愛いですね。で開けてみるとこういう感じ でこれねマチもだいぶね大きく取られている商品になってるので結構ね入ると思います。で横マチはないんですけれども、このねジップの部分も大カットじゃないので結構ね大きく開いてくれますね。この大きさで底待ちがついてるっていうのはねこんな感じで結構いいかなと思います。で大きいあの箱物とかお菓子とかねそういうのを入れるのにはこういうジップバッグの方がいいかなと思います。で横長になっているのでまあ縦長でもいいのかなと思うんですけど、私はこの横長タイプ結構好きなのでねこれを買ってみました。すごく可愛いですよね、こちらのハロウィングッズですね。で今回は袋系のみをね購入してきたんですけれども、またねいろいろこうセリアさんに行く機会が私多いので、まあ行った時にこまめにチェックをして、で可愛いなって思ったりご紹介したいなって思ったのはこれからちょくちょくねハロウィンまでの期間の間に購入してご紹介していこうかなと思っているので、ぜひぜひですね楽しみにお待ちいただければなと思います。はいはい、続いてがですねちょっとねハロウィングッズはまあさっきので終わりなんですけど、ここからはねあの日用品系をちょっとねご紹介していこうと思います。まずはですねこちら、これ可愛くないですか、猫ちゃんのね手の形をしたケーブルクリップなんですよ。スマホ用のねケーブルクリップということで購入してきました。白とねあの黒の猫ちゃんのねお手手のタイプのケーブルクリップになっています。でうちでね今使ってるあのケーブルクリップっていうのがもう本当にねこうなんていうの洗濯バサミのこみたいな感じになってるのを使ってるんですけど、ちょっとねそれじゃあもう足りなくなってきちゃったのでこれ買ってみました。はい、開けるとこんな感じになっていて、でここはねこのパチンっていうやつで止めるやつな感じのやつになっています。ですごく簡単ですね。まあ、磁石の方がいいのかなと思うんですけど、まあ、このねパッチンタイプの方が取れないんじゃないかなと思いますね。ですごく可愛いです。ちょっと上ねここ厚みがあるんですけど、これめちゃくちゃ可愛いと思います。これね白と黒があるので、まあ、私のねうちで使ってる充電のねスマホの充電のあとはね2個かなあるので、まあ、2個で足りるかなと思ってこちらを買ってきてみました。で続いてがこちらお弁当用のね抗菌シートになりますね。で今使ってるのもあるんですけど、こちらねあのスリムサイズということでこういうちょっと細長い系のお弁当箱に使えるんじゃない使えるっていうことで買いました。これうちの主人がねこの細長い系の2段をたまに持ってったりするので、これね欲しいなと思って買いました。でアルファベット型にな柄になってるのでこれすごい可愛かったです。こんな感じでねアルファベットがこう出てくれるシートになってますね。で夏だけじゃなくって私一年中このね抗菌シートをお弁当にはね入れてあげるようにしてます。結構ね会社に持って行って冷蔵庫にお弁当箱をこうなんていうの入れて保管できるんだったらいいんですけど、私も主人もあの常に車で動き回ってる人たちっていうかね2人なので、あの車の中にね置きっぱにしちゃったりとか結構多いんですよ。で車の中って今の時期エンジン切ってるとすごい熱くなるじゃないですか。で主人はね基本あの車の中にお弁当箱を置いておくので、もうちょっとね、まあ、これでも心配なんですけど保冷バッグに保冷剤でこう弁当を挟んで入れてあげたりとかいろいろねちょっと工夫はしてるんですけど、まだ今のところねお弁当傷んでたとかちょっと食中毒かなっていうのはないので、まあこれ
しばらくねこれで様子を見ながらやっていこうと思います。で続いてがですねこちらなんですけれども、これ紙皿が紙皿が飛びにくいタレクリップっていうことで購入してきました。このね紙皿をここにこう挟むんですよね。こんな感じでね挟んでおくものですね。バーベキューとかに使おうかなと思って購入しました。でこれはカーキのカラーなんですけど、これしかなかったのでカーキを買ってきましたね。で箸をねここに置くこともできます。ここねくぼみのところに箸をこんな感じでね置くこともできるので、これがあればここにタレを入れてね使えるので便利かなと思ったので、私の分と主人の分と2個買ってきてみました。今年はちょっとバーベキューはできないかなとは思うんですけれども、来年ね使おうかなと思います。何かの機会があってねバーベキューするの機会があれば使おうかなと思います。はい。で続いてがですねこちら珪藻土のペットボトル立てというものがあったので買ってきました。あのペットボトルをね洗って乾燥させるのに、まあ、こんな感じでね4つくぼみがこうついているので、ペットボトルペットボトルキャップキャップみたいな感じでね使えるみたいなので買ってきてみました。珪藻土って結構いいですよね。私珪藻土結構好きなんですけど、コースターも珪藻土のコースターだったりとか、あとはあの歯ブラシの下に珪藻土のねあの板を敷いてたりとか、歯ブラシ立て自体がもううち珪藻土だったり、珪藻土結構好きなんですよね。はい、こちら購入してきました。でセリアさんいいところが、何がいいって100円なんですよね、セリアさんって基本的に。でこれもね100円で売られてました。いいですよね。あのダイソーさんとかに、ダイソーさんキャンドゥさんだと、まあ、200円300円ってこう商品があるので、いちいちこう確認しなきゃいけないんですけど、セリアさんの場合は全て100円なので安心してね、まあ、お買い物ができるんじゃないかなと思います。でこちらのペットボトル立てを1つと、はい、でこちらの珪藻土のボトル立てを1つ購入してきました。でこれはですねこんな感じでボトル蓋パーツっていう感じで分けてねこう乾かすことができる商品になっています。こんな感じで、で大きさがねやっぱりいい感じの大きさあるのでいいんじゃないかなと思って買ってきてみました。どうでしょうかね。これもね使ってみようと思います。本当は私の分と主人の分で2つ欲しかったんですけれども、まずはね使ってみてから買い足してもいいなと思ったので、今回は1つだけ購入してきています。はい、こちらですね。はい、で続いてがこちらのラベルシールになります。こちらでこれはねバス洗面用のラベルシールですね。でうちのね実家のお母さんがねこのシャンプーとかのラベルシールが欲しいっていうので、見つけたら買っといてって言われたのでこれ買ってみました。でこれはねあのシャンプーとかコンディショナーとか、こうシャンプーシャンプーシャンプーコンディショナーコンディショナーコンディショナーみたいなこう3つずつあったのでいいんじゃないかなと思って買いましたね。で下にね全部あのカタカナで振ってあるので、まあ、ちょっと字はねちっちゃくなっちゃうんですけども、黒に白なのでね、他のなんかねこうちっちゃいやつよりも見やすいなと思ったのでこれにしてみました。はい、でこれいろんなのがあって、あのマウスウォッチとか、あとカビ取り剤だったりお風呂用の洗剤とかデンタルフロスとかもありますね。で洗面料、化粧水、美容液、乳液、クリームっていうのも全部あります。ハンドクリームとか、なので本当にこう使いやすいもの、いつもね使ってるもののラベルがあるのが嬉しいなと思って買いました。これもねだいぶ前からあるなとは思うんですけれども、今回ね初めて買った商品ですね。で続いてがですねこちらになります。アルコール除菌なんですけれども、私が以前買ったのはキッチン用のねアルコールの除菌ですね。で今回こちらを詰め替え用はですね、食器棚とかテーブル、あとはキッチン家電に使えるアルコールの除菌ということで買いました。はい、でこちらはですね
詰め替え用のこのタイプしかなかったですね。前に買ったキッチン用のアルコールのやつは本体とあとは詰め替え用と別々に販売されていたんですけれども、こちらはこの詰め替え用しかなかったので、ご自宅にある詰め替え容器に詰め替えて使っていただくっていうような形になると思います。こんな感じでね、詰め替え容器にね入れ替えて使ってください。はい、これはね 99% 除菌って書いてあったので購入してきました。で続いてがですね、こちら、ハンガージョイントピンチですね。このねハンガーに引っ掛けてこのピンチをね使えるっていうことなので買ってきてみました。うち結構ね主人の仕事で使ってるキャップ、仕事中に被ってるキャップとか結構多くって、細々した洗濯物がすごく多いんですね。なのでこのねピンチだけっていうかね、こういう干すものだけがね欲しくって買ったんですけど、大きいのを買い足すまでもないんですよね。なのでハンガーにこうやって刺してね使えるんだったらいいなと思って買いました。でホワイトなので見た目もすごくいいなと思ったのでね、こちらを使ってみようかなと思いますね。はい、こんな感じで、で開けてみるとこんな感じの形状になっています。でここの部分をハンガーに引っ掛けるんですね。ここで結構ここきついので、そんなに取れないかなと思います。はい、これねちょっとねいいかなと思いますね。で続いてがですね、こちらのシリコンのスクレーパーを買いました。はい、でこれはお料理をするときに使いたいなと思ったんですよ。こう刻んだものとかを鍋にこうフライ、まな板からね移すとき、こうやってね移すときに使えようかなと思ってちっちゃいタイプを買いました。でこれのなんていうの、シリコンのスクレーパーの大きいのも売ってるんですけれども、半円型になってるようなの、あっちも欲しいなと思ったんですけど、一つあればね足りるかなと思って買いました。でちっちゃい方でも全然足りそうだったので今回はねこのちっちゃい方を買いました。でこれはねグレーですね。でホワイトもあったんですが、やっぱりね汚れたら嫌なので、ホワイトはちょっと汚れがね目立ったりしそうだったので、今回はこちらのグレーを購入してきております。で続いてがですね、こちら吸水抜群のキッチンクロスっていうものですね。はい、でこれはこの、私はねこれ台拭き、これにね、食器拭きに使おうかなと思って買いました。今もね食器拭きで使ってるのがあるんですけど、使い捨てで使っているものなので、使い捨てじゃなくってね何回か使えるものがあったらなと思ってこれをね買ってみました。でピンクと青の2枚入りになっていて、大きさはですね結構大きめですね。こんな感じの大きさになっています。なので食器拭きだけじゃなくって本当にこう水切りマットの役目を果たしてくれるくらい大きいと思います。あ、でもこれぐらい大きいんだったら水切りマットでも全然使えますよね。これうち今水切りマットを2枚敷きで使ってるので、これだったら1枚でいけるんじゃないかなと思います。で厚さもね結構ねありますね。こんな感じの厚さがありますので、破れにくいんじゃないかなと思います。でこれは何回もね洗って使えるものなので、これちょっとね使っていこうかなと思います。はい、で良ければねリピートしようかなと思いますね。で続いてがですね、こちらスチールウールのたわしを買いました。で今回これを買った理由の一つとしては、これただのスチールウールじゃなくてソープパッドになっていて、このねピンクの粉みたいなのが石鹸なんですよね。で
洗う時、これで換気扇とかガスコンロとか洗ったりする時に洗剤不要で洗えますので、これはねずっと探してたんですよ。100均で、あのホームセンターには売られてるのは知っているんですけど、ホームセンターだと結構お高い感じなので100均のものを探してました。でやっとね見つけたんですよね、この洗剤がねついているパターン、こちらを一つ購入してきております。これ使い勝手がねすごくいいので、もしね機会があれば一回ね使ってみていただければなと思います。はい、こちらですね。で今回の購入品は以上になります。で私の方のね購入品は、まあ、いつもと同じかなっていうような感じなんですけれども、まあ、何かね一つでも参考になるものがあればなと思います。はい、今日もですね新商品いっぱい買えてましたねって思ってくれた方はぜひぜひ高評価の方をお願いします。はい、今日も楽しかったよって思ってくれた方はチャンネル登録の方もよろしくお願いします。コメントもどんどんお待ちしているのでコメントもお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。